障害者の社会参加を促進しようと高崎市が整備したメロンの水耕栽培を行う就労支援施設の開所式が行われました。来月1日、高崎市倉淵町川浦にオープンするのはメロンの水耕栽培を行う障害者の就労支援施設倉淵メロン村です。施設は市の直営で付加価値の高いメロンを栽培することで障害者の収入向上につなげる狙いがあります。利用者がそれぞれの特性に応じてメロンの種まきや収穫、出荷作業のほか水まきや施設の清掃などの作業を行い知識や能力の向上も図ります。今日は開所式が行われ関係者らおよそ50人が参加しました。高崎市の富岡市長は福祉と農林業が連携する今回の事業について全国からも注目されているので成功させたいと挨拶しました。式の後にはメロンの試食会やハウスの見学会が行われました。メロンは通年で収穫することができ年間およそ4300個の収穫を見込んでいます。栽培されたメロンは高崎大葉や道の駅倉内小栗の里で店頭に並ぶほか来月市内で行われるイベントラフェスタ烏川でも販売されるということです。利用者さんにも気持ちよく、作業がしていただけるような温かい施設へ迎えられればいいかなっていうふうに考えております。